日傘効果とは、ハイガスなどのエアロゾルによってできた雲が、太陽の光を反射させ、地球の平均気温を下げる効果。厳密に言えば、地上気温が低下し、上空の気温が、やや上昇する。日傘により、日光が遮られ、影となる部分が涼しくなることから、この名がついた。英語のパラソルエフェクトの訳語。環境問題という観点から見ると、 地球温暖化防止の役割を果たすように思われるが、大気汚染や酸性効果物の増加などの悪影響を伴うという欠点がある。1958年以降のマウナロア山の光の大気透過度の変化。たびたびの火山噴火により低下している。大気中に存在する水蒸気は周囲の気温の低下によって次第に凝結し始め雲を形作る。凝結の際、 水蒸気は核となる物質が多ければ多いほど、凝結が促進され、雲が作られやすくなる。同じ気温の低下であっても、凝結核が多いほど、雲ができやすいということである。その凝結核となるのが、リやホコリなどの微粒子である。風による砂ぼこりの巻き上げや土砂崩れ、花粉の飛散などによって、大気中には常にエアロゾルが漂っている。 その量は様々な要因によって変化するが、特に大きな要因として火山の噴火と人類の活動による媒炎がある。エアロゾルはそれ自体が光を吸収したり反射したりするため、地表に届く太陽放射の量を低下させる。吸収された分は赤外線を主とする電磁波となって、再び放射され、一部は地上にも届く。しかし、 その量はエアロゾルが遮った太陽放射の量よりも少ないため、結果的に地表に届く放射の量が減少し、地上気温が低下することとなる。火山の噴火のような場合、二酸化炭素などの温室効果ガスがエアロゾルと共に放出されるため、エアロゾルからの赤外線放射が近くにある温室効果ガスに吸収されやすくなり、他の場合に比べて地表に届く放射量の減少幅が、 大きくなってしまい、気温の低下も著しくなる。また、火山の大噴火の場合は、特にエアロゾルが清掃圏まで達し、清掃圏の強い風によって、急速に地球全体にエアロゾルが拡散するため、地球規模で地上気温の低下が起こる。エアロゾルを凝結核として作られる雲も、エアロゾルの増加に伴って増え、同様に地表に届く。 放射の量を減少させると考えられているが、エアロゾルと雲の増加の関係は正確には解明されていない。エアロゾルも水蒸気も均一ではなくややムラのある分布をしており、分布によって雲のできやすさが変わるためである。しかし、ある程度分布が均一であることを考えれば、エアロゾルの増加と雲の増加は伴って変化するものだと言える。また、雲は、 太陽の光を反射するだけでなく、地球からの赤外線の再放射を吸収しやすいため、それ自体が温室効果も持っている。十周運形のうち、天雲については、温室効果による気温上昇が日傘効果による気温低下を上回るため、結果的に温室効果をもたらすが、その他の雲は日傘効果による気温低下の方が大きく、全体的には、 気温低下をもたらす。過去25年間の気温変化。ピナツボボルケーノと示されている期間中、ピナツボ山噴火に伴うアロゾルにより気温が低下した。ありがとうございます。